こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。この度ですね、箱根の方の、スイッチバック、カフェでございますけれども、まあおかげさんでですね、いい具合に、お客さんに来ていただいております。まあそんなこともあってですね、実は前からね、もう 4,5 年くらい前からですかね、そのお客、泊まりのですね、箱根上の湯の旅館の方の泊まりのお客さんにですね、まあ野菜とかそういう、のにですね、ドレッシングをね当然使うわけですから、それをね、まあ、自家製のドレッシングを使っていたわけですけれども、お客さんがとっても評判良くてですね、だん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 お客さんの間で、なんかこれはいいねいいね、おいしいおいしいねってことになってね、でなんとか商品化できないかなという話に なりましてですね、まあ商品化するっていうのはそう簡単じゃないですからね、いろんなやっぱり専門的なね、やっぱりハードルがあって、それを全部乗り越えて、やっていかないと実現しませんので、まあいろいろと専門の方に、サポートしていただいてですね、この度、実はですね商品化することに、なりました。で全部おのおののそういう、ハードルはね、パスいたしましてですね、超えられまして、で今週ですかね、4月の29日から、スイッチバックドレッシングという名前で、発売することになりました。これはねなかなか、美味しいですよ。本当にね、食べ物はねいくらね、この供給する側がですね、これは美味しいですどうだこうだっつってもね、やっぱり判断するのはねやっぱりお客さんですのでね、やっぱりお客さんが、うん、なるほどこれは美味しいなと思わないとねなかなか成立しませんので、まあそういうことでずっとね、泊まりのお客さんがね、いやーこれ美味しい美味しいとずっと言われ続けてきたドレッシングでございますので、まあ、やっとのことでですね、商品化を、実現することになりました。また詳しくはですね、まあ、今月29日発売しますけれども、まあおいおいまた、お知らせしていきたいと思いますので、その説はぜひですね皆様方も、なんだまあとりあえずね美味しそうだっつってるから、じゃあとりあえず 1,2 本ちょっと試しに買って使ってみるかみたいなね、そういう軽い気持ちで結構ですので、またお知らせいたします。ぜひ、スイッチバックドレッシングをご贔屓いただきたく、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。